俺は姫のこと。引っ越すことになったの。ねえ、佐藤。大きくなったら私と結婚してくれる？幼いなりに思ったんだ。俺がこの子のことを守ってやらなきゃならない。さよなら佐藤、楽しかったよ。考えるだけ無駄だな。遠い昔、この世界は深淵王の暗き力に屈しようとしていた。指輪王の使命とは、再び5人の姫から5つの指輪を受け取り、その力でもって深淵王を封じること。佐藤姫、深淵の魔物だ。佐藤、私佐藤のことを勇者に選んじゃった。仕方ないでしょ、新婚さんってことになってるんだから。鉄竹の唇を合わせるなんて。次の見合い相手は誰だ。貴様を我が夫としてやろう。会えた、指輪を。あの姿は、バカな。聞こう、これを使え。行ってらっしゃい、あなた。行ってくる。テレビアニメ結婚指輪物語、2024年1月6日より放送開始。